どうも、村松です。最近また仮想通貨が注目されていますね。ただこれから投資を考えている人はめちゃくちゃ注意が必要なので、この動画を作成しました。必ず最後までご視聴よろしくお願いします。本編に入る前に一つお知らせです。私の LINE アカウントが、急にね、1月の2日に赤バンされてしまいました。私の YouTube チャンネルの上の方にね、こちらの動画載っているのでぜひ見てください。また新しい LINE を作成しましたので、概要欄からぜひ友達追加よろしくお願いします。もともと登録してくださっていた方もぜひこちら登録の方よろしくお願いします。はじめになんですけれど、この動画はね、ちょうど1年くらい前に撮影した動画ですが、当時の価格は 1BTC267万円でした。では現在価格はどうなっているのかというと、 1BTC が635万円になっていて、プラス368万円、1年で 2.7 倍ほどになりました。私の動画を見て購入できた方は本当にラッキーでしたね。ただこれだけ爆発できるようなポテンシャルを秘めている仮想通貨投資ですが、注意も必要です。というのも、仮想通貨市場は日々変動し、投資家にとっては様々な機会とリスクというものが共存しています。そこで今回の動画では、これからの仮想通貨投資において注視すべきポイントや、2024年に迫る変化について深掘り解説していきます。仮想通貨市場は過去数年で急激な変動を経験してきました。これには主に市場が未だに新興であることや規制の不確実性というものが影響しています。一方でこれは新しいテクノロジーがもたらす可能性とも言えます。投資には常にリスクとリワードというものが付きまといますが、仮想通貨市場ではこれが一段と複雑です。トレードにおけるリスク、すなわち損失とリワード、報酬の比率のことです。過去の取引において、1回の取引で取るリスクに対してどのくらいの利益が得られているか、あるいは今後の取引において、1回の取引で取るリスクに対してどのくらいの利益を見込めるのかというものを、このリスクリワードで分析ができます。つまり何が言いたいかというと、現在価格600万円がいくらまで高騰するのか、いくらまで暴落してしまうのか。仮想通貨は市場の不確実性、技術の進化、政府の規制動向など、様々な要因が価格変動に影響を与えます。つまり、未来の価格を分析することが重要ということです。そこで私なりにビットコイン価格予想をしています。将来いくらになるのか。それでは分析を行っていきます。それでは2024年のビットコイン価格予想を始めていきましょう。私の予想では1000万円前後で推移すると予測しています。また現在の市場の状況や、前回のバブルと比較し、今回のバブルの可能性は低いと予想しております。また仮想通貨投資を始めていない方は特に今は買うべきではないですね。儲かる可能性はもはや上昇限界になっております。それから、暴落をするとしたら、現在価格は630万円という形になっておりますが、このあたりでボックスレンジ形成されておりますので、およそこのあたりの金額というのが350万円から、440万円くらい、平均で400万円くらいなので、600万円で現在 1BTC を購入した場合であれば、35%から45% 下落くらいがリスクですね。また、テクニカル分析の方で、分析をしてみましょう。こちらね、日足で分析をしてみます。日足でラインチャート引いてみますが、ここまでが、上昇トレンドだったわけですが、ここで、抜けてきていると。ただ、上値としては、この辺りでね、しっかりと形成されているので、この部分を、ブレイクして、そこから上昇に転じたという形になっております。で、また現在としては、揉み合っておりますが、ここから上昇トレンドに、転換する可能性も非常に高いです。また、テクニカル分析の、三角持ち合いの基本パターンというもので、5波構成、三角形というものがあります。現在のここで上離れしておりますので、ただここで、ラインに当たって少しだけブレイクしてしまっていますけれど、ここからね、上値、どんどん上がっていく可能性も非常に高いです。なので、仮にこの曲線を描いて1000万円になったとしたら、現在価格からはおよそ 60% アップということなので、リスクリワード的には購入しても問題はありません。ただ、そのタイミングがいつ来るか、までは今までとは状況が変わるので非常に予想が立てづらいです。仮想通貨市場の未来を予測することは難しいですが、2024年にはバブル到来の可能性が指摘されています。これは従来のサイクルに縛られず、市場が成熟するという兆候もあるからです。つまり年内に10倍になる可能性もゼロではありません。ただ買い時のタイミングだけは間違えることがないようにしましょう。というのも、現在価格は600万円ですが、一時的な下落などに振り回されてガッチ掴んでおく握力がない人は途中で売って損をしてしまい、結局時間が経って価格を戻したっていうケースが今までに何回もあったからです。これが仮想通貨投資の怖いところですね。ビットコイン ETF と市場の動向という解説をしていきます。まずは、こちらの記事読んでいきましょう。現在1月の5日撮影しておりますが、早ければ、週末に承認の噂も浮上というビットコイン ETF、 非常に注目されている内容となっております。
ではこのビットコイン ETF が注目されているのはなぜか。それは従来の投資家が仮想通貨に参入する大きなきっかけになると考えられているためです。ビットコインをはじめとした暗号資産に投資する際には通常の証券口座とは別の手続きが必要になります。セキュリティ面や秘密鍵の管理について心配する方も多いでしょう。一方でビットコイン ETF は証券取引所で売買ができるために従来の株式投資家や暗号資産投資に懐疑的な投資家にとって投資へのハードルが下がることにつながり、ビットコイン投資への普及につながります。さらに巨額資産を運用する機関投資家がビットコイン市場に新規参入する可能性も高まるでしょう。2024年は新たな展開が期待されます。アルトコインの急騰が見込まれる一方で、これは一時的な現象と考え、投資家はその背後に進む技術的市場的要因を見極める必要があります。そこでアルトコインの購入を検討している方におすすめのアルトコインをいくつか紹介をしていきます。まずはイーサリアムですね。こちらはね、 DeFi とか草コインとか購入するときにも使う非常にポピュラーなコインとなっております。続いてリップル。これはね、送金系のコインなんですけれど、まあ銀行とか金融機関との提携が進んでいて、いくつか承認もされているので、非常に信頼性も高いです。続いてがライトコイン。これがね、ビットコインの改良版として作られていて、高速な取引処理を提供しております。続きまして、ポリゴン。これはね、イーサリアムのスケーラビリティ問題というものを解決するために開発された、コインとなっております。高速かつ低コストのトランザクションを可能にしております。続いてチェーンリンク。これはスマートコントラクトが外部データにアクセスができるようになるコインです。最後に紹介するのがこちらのポルカドットです。異なるブロックチェーン間でのデータや資産の移動を可能にしております。それではこの動画の最後に仮想通貨投資におけるリスク管理のポイントについて紹介して終わりたいと思います。現在の市場は非常に高値圏にあり、ビットコインの購入には慎重な戦略が必要です。急激な上昇が続く可能性が低く、これに対応するためにはリスクヘッジが不可欠です。特にレバレッジ取引や感情的な決断には警戒が必要であり、冷静な判断が損益の鍵を握ります。ビットコイン市場は感情の影響を受けやすく、市場の変動に対する心理的なプレッシャーがかかります。冷静な判断と感情の制御が不可欠です。今回の動画では仮想通貨市場の真相分析と将来の展望について掘り下げていきました。投資は常にリスクを伴いますが、冷静な判断と適切な情報収集が成功への近道です。今後も市場の動向に注視し、計画的な投資を心がけていきましょう。それではお付き合いいただきありがとうございました。また私投資家村松の新しい LINE の友達追加リンクは概要欄に載せておりますので、そちらからぜひ友達追加よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。